どうも皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。春夏記事が入荷いたしまして、はい、この間は金子マネージャーと我々のおすすめ記事とか、あと無地編とチェック編とやったんですけど、はい、今回ストライプ編ということでウコン旬と選びました。はい、はい、選ばさせていただきました。最初はこちらです。はいはいまあ、コングレーみたいな色なんですけど、うん、まあ、ちょっと明るめの、まあ、コンビが強いですね。売れそうなすぐなくなりそうな、そうあえてすぐなくなっちゃいそうなやつを今ピックアップしましたけど、まあまあもう単純に涼しげですよね。発色も綺麗ですよね。非常に綺麗ですね、まあ、これと、はい、こちらでこれでいきましょう。おー、なるほどですね。続いてこちらです。はい、はい、色味はさっきのよりももうちょっと鮮やかになって、そうですね、ピッチの広いストライプですね。面白いですよ。なんかね、その色が単一じゃないというか、ムラのある色なんですよ、まあ、レダのアイスセンスなんですけど、かなり幅広ストライプなんですけど、ベースの紺色が糸がね、濃紺か黒かちょっと分かりづらいんですけど入ってるんですよ。なのでのぺっとしたこう紺じゃなくて、ちょっとこうムラのある黒生地感と黒っぽいところもあったり、うん、明るい紺の中にね、そういうちょっとこう表情のある生地なんで、めっちゃ雰囲気出ると思います。仕上がったらめっちゃかっこいいと思います。はい、まあ、これも多分すぐなくなっちゃうかもしれないですけど人気出ると思います。続きましてこちらですね。急に色変わりましたね。グレー、グレーですね。グレーはね、これ明るいグレーは1着持っておいてほしいかな。さっきに続いてちょっとピッチ幅が広いですかね。そう、やっぱりね、トレンドはこっちなんですよ。この幅広ストライプなんですよね。まだまだ雑誌でよく見ますね、最近、うん、英国的な柄が人気なんですけど、英国の柄のストライプに限った話ですけど、英国的な柄っていうのはチョークストライプとかが非常にクラシックな柄なんですけど、こういうチョークストライプって基本的にこれぐらい幅広のストライプがほとんどなので、まあ、その影響もあって幅広ストライプが今年はすごく押されてますね。ラインも主張しすぎず綺麗ですよね。うん、はい、でこの2つはもう一気に、あ、こちらは一気に色違いでこちらとこちらです。色違いなんですけど、濃紺ほぼ黒に近いものとチャコールグレーですね、はい、の2色ですけど、さっき出したライトグレーのストライプよりももっとストライプをね際立たせてるんで、仕上がり派手になりますけど綺麗ですよね。うん、うん、でも本当にこれが、こういう柄が一番人気が出るんじゃないかなと思っています。はい、ストライプがガツッと出てるやつ、ちょっと抵抗ある方多いと思うんですけど本当にこうトレンドを意識したスーツを作りたいという方はこれぐらいはっきりした柄はおすすめですね。はい、ありだと思います。でチャコールグレーとノーコントリー、はい、濃いめですね。これなんかこう、まあ、これもグレーなんですけど、さっきのライトグレーよりも、まあ、これもちょっとストライプがバシッと出てるんで、うん、かっこいいなと思ったのと、素材がねこれモヘアなんですよ。夏って感じですね。カノニコの素材ですけど、モヘアは本当に夏特有というか春夏生地特有の素材で、ウールと比べてシャリッとした感じで、すごく着てても清涼感がある毛なんですけど、腰のある感じですよね。そう、ウールに比べると非常に張りがあるんですよ。なのでちょっとこうパリッとカチッとしたスーツが欲しいっていう方は、非常にこのモヘアコンの生地っていうのが夏場はおすすめですね。はい、はい、ラストですか。ラストコンです。これでもすごいですよね。爽やかな、うん、生地見に来てほしいぐらいの発色の綺麗さですよね。そう、これはロロピアーナなんですけど、さすがですよね。ジランダードリームです。ジランダードリームですか。すごそうですよね、名前からして。そうですよ、これはもう柄とかうんぬんではなく、柄も特徴的ですけど、ね、ちょっとこう結構オルタネイトストライプで、はい、割と同色系のストライプですけど、まあ、作ってみると意外とパッと出てくるんじゃないかなっていう感じですけど、着てほしいっていうロロピアーナは仕上がり見て A スーツやって分かりそうですよね。うん、分かる、すぐ分かると思う。で絶対着ててもすごく着心地いいと思うんで、多分この中で一番軽い着心地になるかなと思うので、はい、ぜひ A スーツをA スーツ一着欲しいなんていう方は、こういうこのロロピアーナの生地で作っていただいたらいいかなと思います。そうですね、
はい、他にもいっぱいあります、ストライプはもうピックアップしてって感じですね。いいと思った記事をピックアップしたんで、はい、ぜひ他のにも見たいという方はお店までお越しください、はい、お待ちしております、はい、ということで今回は春夏新作記事のストライプ、はい、ストライプ柄を一部ご紹介させていただきました、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。